流されて流されこんばんは、かっこいいギタリスト竹下敦です。明日はね、お茶の水にある、黒沢楽器、G クラブ東京さんに、ギターのねメンテナンスをしていただきに参ります。自分で弦張ったりね、自分で弦高調整とかねできるんですけど、これね 100% 明確に間違いなくね、私担当していただいている、市川さんに、見ていただいた方がね、私のプレーがより良いものになるわけですよ。緊急の時にはね自分でやるしかないんですが、それ以外の時ね、ちょっと時間のある時はプロの方に見ていただくのが一番だと思います。中級者にありがちなんですが、何かを自分でできるということがすごく、弦の交換が自分でできるとかね、何々が自分でできる、そうおっしゃる方いるんですがね、これははっきり言って成長しません。なぜかというと、自分で自分を超えることはねなかなか難しいんです。自分でできる、それは当たり前です。そんなことは自分でできて当たり前なんですよ。自分でおトイレ行ったって自分で拭けるでしょ。そういう話をしているのと同じでね、自分でできるんです。でも自分より上手い人にやってもらう、そのことがね学びです。その方から学べるんです。ですからきちっとお金を払ってその方に教えていただく、それがね上達の近道だと思います。そう思わない方もいらっしゃると思いますが、その方はその方法で上手くなってみてください。私は、常に人から学ぶ、自分でできることでも自分より上手いと思う方には習って頭を下げて教えてくださいとお願いをして、今日までやってまいりました。違う方法でね、日を進むもまたよし、ギターはねギター道ですから、自分の思ったようにされるのが最も良いと思います。ギターはとても楽しい楽器です。ぜひね音楽を通じていろんなたくさんの方と知り合い、そして音楽を楽しんでいただきたいと思います。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦史でした。また次回の動画でお会いしましょう。